久米島、大島、大橋島、久米島町は、沖縄県島尻郡の町、沖縄県で5番目に大きい島である久米島及びその、周辺にある大島、大橋島、鳥島と、沖縄県最北の島である伊予鳥島とを行政区画とする。2002年4月1日に、串川村と中里村が合併して発足。佐藤木美農業や、 ダイビングスポットとしての観光産業が盛んであるほか、海洋深層水を利用した保養施設の建設、食品の開発などを進めている。2005年からは、久米島町営、中里野球場。2006年からは、久米島野球場が2球場とも、日本プロ野球の球団である東北楽天ゴールデンイーグルスのキャンプ地となった。沖縄本島の西側にある、久米島を中心に、大島、 大橋島、一着島、鳥島社爆撃場のある鳥島などの小島と、伊王鳥島もその行政区分に加わる。島の区分では高島に属し、島の北側に、植臼区山系、南側に、アーラ山系が連なる。水系は豊かで、植臼区山系に水源を持つ白瀬川などがある。下地原動血遺跡で1.5から1.6万年、前の乳幼児の人骨が見つかっており、 旧石器時代に人が生活していたことはわかるが、文化的な様相は明らかでない。日本本土では、縄文時代にあたる時期は、縄文時代後期から、通称、大原砂丘一帯と、旧串川村の北西海岸の大地上一帯に、遺跡群が形成される。本土の弥生時代から、古墳時代は、砂丘上に遺跡が形成される。特にこの時期は、九州との交易が確認され、 沖縄諸島全体では40カ所の遺跡から、弥生時が出土し、久米島では、清水海塚や北原海塚から、弥生時が見つかった。また、関西の古主船が見つかっていて、これは中国から直接もたらされたという意見もある。古代も砂丘上に遺跡が形成されるが、様相は明らかでない。この時期にも、東大の海源通報が見つかっており、 家兵として用いられたという意見がある。グスク時代には、久米島でも山間部などに、グスクが築かれる。代表的なグスクは、上グスクグスク、グシカワグスクがあり、いずれ、琉球王国による統一で廃城をとなった。これらのグスクからは、中国や東南アジアの陶磁器が見つかっている。近年、久米島東部の果ての浜一帯から見つかる12世紀、頃の陶磁器が、 当時の交易ルートなどを知る上で注目される、主な戦士、原文時代遺跡、編集、のるたけしな波状延畜梅島が文献に現れるのは、俗に本気で714年に来庁した旧美人が久米島のこととされる。そして、1264年に中山への入港が行われたと記される。太平洋戦争末期に久米島守備隊住民虐殺事件が起きた。 2002年の合併は、沖縄県における、平成の大合併の第1号で、串川村と中里村の2村が合併した。庁舎は、旧串川村、中里村の庁舎をそれぞれ用いる、文庁方式を採用している。手前は中里庁舎のある、飛か集落。奥は、イーフビーチホテル城、赤、下赤の2集落がある。うね、マパクの2集落がある。西大雨。 東大野に集落がある。上津、久町のに集落がある。イーフビーチホテル主要な産業は観光業と農業である。観光業は、ハテの浜などに代表される美しい海岸と、サンゴ礁の海へのダイビングなどを目玉に、県外からの観光客が多く訪れている。観光客向けのイーフビーチホテル、サイプレズリゾートクメ島 リゾートホテル、クメアイランドなどの宿泊施設も数多く存在する。観光協会も積極的に広報活動をし、積極的な観光客の呼び込みを図っているが、歴史的経緯から難しい局面もあり、今度からの観光客との間でトラブルが起こることもあり得ることから、今後の対応が注目されている。農業は主に砂糖キビ、肉牛、菊の栽培が中心である。 かつては水田が広がる米どころであったが、アメリカの市政下において砂糖キビ栽培の奨励策が取られたことや、復帰後の減炭政策により、現在はほとんど栽培されなくなった。久米島は良い水に恵まれており、泡盛の生産も盛んである。また、近年では海洋深層水を利用した産業振興が行われており、2000年には、 沖縄県の海洋深層水研究所が設置され、2004年には海洋深層水を利用した温泉療養施設、バーデハウスクメ島がオープンした。また、海洋深層水から作られた塩、海洋深層水を利用した食品などの開発も盛んである。新白鋼中継局周波数一覧、ありがとうございます。